今ない〇〇を妄想する M8 招待招待未踏兵の友人屋でございます。 T 隊長です。 T 隊長でございます。はい、ストレートエニアグラムあ、バキューンが来ましたアドリブ上手。タイプ1変改革をする人改革をする人改革をする人、はい、今日はあの前の動画でお話しさせていただきました通り、うん、タイプ1の紹介をしたいと思っております、うん、タイプ1、タイプ1、合理的で柔和なタイプがタイプ1、うん、あのよく改革をする人ですとか、うん、完璧を求める人なんて、うん、イメージ的に完璧を求める人ってイメージですよね僕は。ああ、なるほど、うん、ちょっとあのそんなタイプ1のお話を、はい、うん、書かれているタイプ1の、うん、タイプ1はこの人だよっていうのを読むとですね、うん、高潔で理想が高い、うん、論理的で良心的、うん、善悪の区別が強い、うん、人に教えたり改革に燃える、うん、常に物事を改善することに励んでいて、うん、間違いを犯すことを恐れている、うん、秩序的できちんとしていて、うん、潔癖症である、うん、高水準を維持しようとするが批判や完璧主義に陥りかねない、うんうんうん、まあ、健全なタイプ1は賢明で洞察力があり、うん、現実的で崇高、うん、道徳的英雄。すごい人ですね。かっこいい。なりたい。すごい人って感じじゃないですか。すごい人。で、うん、今はこのエニアグラムあなたを知る9のタイプっていうので抜粋しました、うんうん、はい、実際にそのタイプ1の人ってそんなに道徳的英雄善としてる人が多いかっていうと、うん、それは前もお話した通り健全度があって、うん、健全度が高い人は、うん、多分その全ての意見を受け入れて、うん、もう道徳的英雄的な、うんうん、英雄ですからね、もう完璧を求める人、うん、もうちょっと愚弄者的な印象があるのかもしれないんですけども、通常健全度が通常の、うん、まあ、普通の人であると多分そのこうあるべきっていう自分の理想が強くて、うん、怒っている印象がちょっとあります、うん、このこれですよね、特徴、はい、うん、まあ、ここにはその論理的理想を追求する、うん、多分そのこうあるべきっていう人なんですかね、うん、で、まあ、そのやるべきと思ったたくさんの仕事や責任を受け入れる、うんうんうん、で合理的なタイプですから、うん、合理的に責任感を持ってやるっていう感じなんですかね、うんうん、このタイプ1の特徴として、はい、こういうルールがしっかりしてれば自分は生きていけるって思ってるんですよ。こうあるべきっていうのがこうある、はい、そのだからそのルールに沿って、はい、こう行動するべきだって思ってるので、まあ、こうあるべきって。なるほど。まあ、前もそのウイングっていう話をしたんですけども、タイプ1っていうのは場所的にですね、ここにあるんですね。時計数字で言うと、まあ、1時1、まあ、1なんですが、そうですね、1があって、まあ、でも9までしかないですからね、はい、あの9と7 8分ぐらいですかね、9と2に挟まれているので、ウイングっていうのは1のウイング9と1のウイング2っていうのがありますよと。なので1のウイング9っていうのは、まあ、9のタイプにちょっと似てくるので、ちょっと9の人ってあの有利タイプちょっと人がちょっと離れている、うん、で穏やかっていう面が、この違うタイプのウイングの人よりもそういう部分が出てきますよ、うん、そうですね、洞察力があって賢明寛容で親切、うん、穏やかで、まあ、それほど完璧にはこだわらないそれほどっていうふうに挙げられています、うん、で2っていうふうになってくると、うん、今度はタイプ2の、 その、うん、愛を与えるという人との関わりがよりちょっと強くなるっていう面が出てきて、まあ、他者への共感ですとか、うん、ちょっと情熱っていう面であったり、あとは、まあ、慈愛っていうのが出てきますっていうのがタイプ1。よく芸能人だと、まあ、よく挙げられるのは王貞治さん、見た目がちょっと1っぽい。この1って分かりにくいタイプの一つなんですよね、
あ、この9つの中で。9つの中で3とか7とかって5とかって結構分かりやすいタイプ、4とか、なのでこうちょっと真面目でとかタイプ6も真面目でって書かれてたりとか、よく挙げられるのは、タイプ1の人は自分のことを4、5、6に間違えやすいと、タイプ1の人が自分のことを4じゃないか、5じゃないか、6じゃないかって思うっていうことは多いそうです、それだ5で言うと合理的っていう面が、物事を合理的に判断する、から自分は5である。この行動も似てるんですよね。このストイックじゃないですか、理想を追い求め て真面目にコツコツやり続けるみたいな、それって研究者タイプのタイプごとすごく似てる部分があって、ただタイプ1の人はルールに従ってコツコツやってるんですよね。あ、自分を守るためにっていうのが5だとすると、自分を守りたいから知識をつけなきゃっていう、自分のためというよりも、理想があってルールがあるんですよ。ルールがある。だからこう真面目にこのスキルを身につけなきゃいけない、身につけるべきだ、身につけるべきだと思ってる。でストイックにコツコツやってる。身につけたいと思ってるわけじゃないんですね、身につけるべきだと思ってるんですよね。なるほど。っていう面でちょっと5とは違う、5と間違えず。でまた6との違いっていうのは、この真面目でとか、人を助けて良心的とかって、多分6の人もこんな感じの公平でとかあります、あります、ただ6の人はこう不安があるから、何をとらわれ、ここにもその怒りっていうのを書いたんですけども、6のとらわれは不安、1は怒り、なるほど。なのでこう真面目にやってないと、6の人だったら真面目にやってないとちょっと見放されるんじゃないかとか、あとはその人が真面目にやってないと、このコミュニティを維持できないっていう不安があるのかもしれません。そう、なのでこう1の人はするべきなんですよね、真面目にするべきなんですよ。硬い硬く見える人が多い。6の人はちょっとフレンドリーな感じじゃないですか。そうですね、コミュニティを維持するのが目的なので、それはコミュニティを維持することで不安から守れるんじゃないかと思っている。でこの人を守りたいのはコミュニティじゃなくてルールなんですよね。理想的な社会、理想的なもの、で理想的な社会すなわちルールなんですよ。完璧なルールがあって、その完璧なルールをみんなが守れば世の中完璧に回っていく。いや、たまには投げた方がいい時ありますやんって思いますけどね。っていうところにイライラするんですよ。守ってないって、守らないやつがいるみたいな、完璧な社会を求めるには、この僕が考えた完璧なルールが、これに沿ってもうみんなが動けば世の中がこううまく回って不幸な人も出ないみたいな。だけどルールを守る人、自分多分見てる人の中で多分心当たりはね、何人か あの人みたいなのは、よくなんかキーボードパチパチパチパーンってなんかそのこうイライラしてる、イライラしてる。でこの完璧な社会になるためには完璧なルールがあって、それをみんなが従うべきだと思ってるんで、そうじゃない人って山のようにいるじゃないですか。いますね。それぐらいいいじゃんって、僕なんかもそれぐらいいいじゃんって、タイプ9なので、楽観的に、こんな真面目にコツコツたまには休んでもいいでしょっていう、だけどそれが許せなかったりするんでイライラするんですよね。でも私融和同盟ではあるんですね。融和タイプ、タイプ6も融和、この人も一応融和なんですよね、だからイライラするんですよ。言わない自己主張はしない。そう、自己主張の人はタイプ8だと、お前何サボっとるんだって来るんだよ。原稿が飛んできたり力で抑えるんですね。だけど1の人は融和なんで、そう、周りにまでバンバン言わないけど、空気は読んでる、一応壊さないようにはしてる。壊さないようにはしてるけど、もうストレス溜まってくるからイライラしてて、怒りはある。キーボードもバチ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 って、一応この891っていうのは、本能センター、ガッツセンターなので、怒りがみんな基本怒りなんですよね。怒りがある、でこの人たちは怒りを、一応融和タイプなので、隅っこの方でカチ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 やってちょっと発散 してるんですかね。発散してるのか、もう抑えきれてないんですよ。怒ってる？いや、怒ってないですよっていう反応する。なるほど。融和なんで怒ってるよとは言わないですよ。8とかだと、多分言うんですね。そこで8とかだと、あいつはこういうとこはいかんとか言い出すんですよね。
もしくは見ているタイプで、うん、あ僕そんなことっていう人は1なのかもしれません、うん、し周りに あの人ちょっと堅苦しくていつもイライラしてるなっていう人がいたら1の可能性、はい、キーボード入力音のパチンが高い人は注意ですね、うん、で、まあ、そんなタイプ1、うん、その健全度が下がってくる兆候としては、うんうん、基本健全度が高い人タイプ1は、うん、いい悪いっていうのを超えてですね、うん、物事をあるがままに受け入れることが基本はできる人なんです、うんうん、がなので、まあ、こういうところにとらわれないみたいな、はい、ただその健全度が下がってくるともういい悪いっていうのを自分のルールに従ってそれを周りに、うん、周りに強制し出すっていうでイライラしてくるっていうのが、うん、その健全1の人で健全度が下がってくる、うん、来た状態っていうのが、まあ、分裂の方向と書いたんですけど、うん、この4のマイナスの面が出てきます、うん、それがどんどんストレスが重なって最初はこの辺が特に顕著に現れてくる、ね、色濃く出てくる色濃く出てくる、はい、でそこを通り越すと今度4の悪いところが追加されてくるみたいな、もうどんどん疎外感が増して、うん、もう気分がみんなルール守りやがらねえみたいな融和タイプなのに一人も離れてしまって、うん、離れてでこう怒り出したりとか、はい、でこうみんなが言うこと聞かない自分の考えたルール通りにみんなが動かないみたいなところでこう疎外感が出てくる、うん、で最近そこでちょっと気になるニュースがあったのが、うん、今うつ病で休養中のネプチューンの名倉さんの、うんうんまあ、奥様が、うん、あの渡辺満里奈さん、うんなんあのうん、おにゃんこクラブ会員番号36番よく知ってますねあのさん渡辺満里奈さんなんですけど、うん、それからの手記というかインタビューが、うんうん、アエラっていう、うん、あの週刊誌で載ってましてですね、うん、その中にその、まあ、夫はもともと神経質で、うん、こうじゃなきゃいけないって思っている一の特徴ですよね。でよく名倉さんで言われるのは、うん、基本なんかちょっとイライラしている、うんまあ、ツッコミの人なので、うんまあ、イライラしているなちょっと怒ってる感じはよく見て取れたんですね、うんうん、でよくそのボキャブラ世代の、うん芸人さんたちのインタビューとかでも、うん、純ちゃんは昔から怖かった、うん、ちょっと容易にもう若手の時は触れないみたいなイメージをよく言ってるんですけど、うんまあ、多分1っぽい1っぽい、まあ、それだけ聞くと1か8かみたいなところですよね。ああ、うん、なるほど8の可能なるほど怒ってる怒ってる人8もちょっと近寄りがたい空気を出してるんで、はい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 、怒ってるってところでいくと1か8かみたいなで出てくるんだけど、うん基本こうじゃなきゃいけないと思っている、うん、っていうのは 1ですね、うんはい、で8はそこまで考えてないですからね反応なん で、ね、瞬間的にあいつがこういうこと言ったみたいなのをこうドーンってやるけど、うん、多分発散層多分収まるんでしょうね発散するでも結構根に持つタイプですよ8はなるほどあの時あいつは俺にこういうこと言ったこ怖い怖いみたいな手放しましょう手放しましょうでそれを今度は手放していくと、うん、統合の方向、うんうん、7のプラス面が出てきますよと、うん、7というのはさまざまな意見可能性に対してオープンになる、うん、その意見いいねやってみよう、うん、そうその意見いいねやってみようだから7の人がそういうアイデアがいっぱい浮かぶ人じゃないですか、はい、こんなことやったら面白いんじゃないか、はい、こんなことも面白いんじゃないかっていうのがこう1の人にもこう1の人はルールなんでこうあるべきからあれもやったら楽しいんじゃないかっていうのをこういろいろこうあるべきから外れたところを探れるようになるっていう。なるほど。で逆に今度は、うん、よくあるケースとして、うん、7の人が自分のことを1と思うことがあるらしいんです、うんうん、それは多分その7の人に対しては分裂の方向がタイプ1なので、うん、ちょっとそのストレスが溜まっているとかに、うん、その診断をすると、うん、あ俺ってタイプ1かもみたいな、うんただなかなかないかなっていうこの分裂の方向に間違えるのは、はい、なかなかないんじゃないかなって、まあ、確かに7って、うん、あの自己主張自己主張楽観、うん、楽観まあ確かに合理というわけでなかなかかぶるとか確かないですね、うんはい、でこの1の人も4に間違えるのは4はよくみんながなりたいタイプだったりするので個性的な人個性的な人、はい、そうですね、うんで4こうなかなかこう普段堅実で真面目で堅実な人がタイプ4のタイプ4を本当に知ってるとなかなかならないと思うんですよね4にはなるほど、うん、なのでそのもしか自分が
タイプ1だって思ってるかもしれない人がいたら、うん、そのそうなんか気分が落ちた時に4みたいに疎外感がすごい来るみたいな。なるほど、うん、なんでそのまずはそのべきっていうのをちょっと考えてみるところからですかね、うんうん、人の意見ちょっと聞いてもいいんじゃないとか、うん、だからこう自分のルールから外れたものも、まあ、それ楽しいかもしれないっていう食わず嫌い良くないよとそうそうそうっていう、まあ、考え方をすると少し楽になるし、まあ、いろんなことがこういい方向に向かっていくって。なるほど。で、次はそのじゃあ周りにいるタイプ1に対してどんな風に接しましょうみたいな、うん、これ結構重要な部分ですよねでそれはちょっとこのエニアグラムでパートナー探しっていう本があったので、ちょっとそれをちょっとだけ隊長にご報告しますとですね、はい、ここに書いてあったのはまずあなたが忠実なパートナーだよっていうことを示すのと間違いを認めてくださいって書いてあったんです。あとはそのルールを確認しましょうと、うんうん、あ、うんうんうんですか、うんうん、なるほど。でその意見が対立した時も違うと、うん、前向きな解決を探しているんだっていうことをちゃんと伝える、うんうん、だから頭を出しにギュッて言うと、うん、多分この人はこの人って1の人は怒ります、うん、そう、そんな感じ。そんな感じ。この1の人ってルールが一番大切なんで、はい、ルールを否定されるともう怒りがものすごい出てくるんですよ、ね、なるほど。なのでそのまず あなたのルールを理解しようとしてますよっていう歩み寄りが必要。まずアピール、まずアピールルールをし聞かせてくれと。だからこう自分の思ってることと違った時にまずはこうあなたのルールを聞かせてくれっていうところなんですよね、はい、でそこに合わせてなんか、ま、ごめんなさいっていうのはあなたのルールを尊重してますよってこと示してあげる、示してあげることじゃないですか。基本は合理的な人なので、うん、それがより合理的なものであれば、うん、多分認める。ルールが変わる可能性はありますよね。合理的であれば、合理的であればっていうか、まあ、健全度の違い、違い。なるほど、なるほど。分裂の方向に、まあ、健全度がすごい下がってる方向に行った時にはそれは認められない。ぶつか、あ、それはぶつかりますね。だけどこう健全度が上がって7のようになってきたら、あ、その意見もあるかもねって、なるほど、その自分のルールに組み込むことができたりとか、ルールを変えたりすることが。自分もなんとなく思うのは、うん、タイプ1の人間が会社にいるんですけども、うんうん、やっぱりあや先にごめんごめんって、うんうん、から入るとちょっと聞いてくれます、うん、意見は。なのでごめんごめんってことは多分相手のルールを尊重してますよっていう、そうですね、はい、あ、悪いと思ってんだこの人みたいな、あ、ルールを犯したって思ってるんだって。あ、なるほど、いや、認めたっていうことですね。自分のルール、はいはい、を認めてくれたみたいな感じなんで、まだ入ってきちゃう。だけどこう自分はそれ間違ってるなってことはいっぱいあるじゃないですか。こちら側、こちら側、はい、もういやこれはでもこうやった方がいいよな。それはたくさんありますよね、うん、って言った時にそのルール間違ってるよって言うとダメなんですよ。前向きに考えようよって。だからちょっといろいろ話を詰め合わせようかみたいな。だから相手のルールも尊重してるんですよって、はい、その上でこうちょっと僕の意見も聞いて的なところに持っていかなきゃいけないっていう。難しい。そうだから面倒くさいんです。いや大丈夫大丈夫健全なタイプ1は全部受け入れる人ですから。そう、だからまあなんか楽観だからっていうのもあると思うんですよね、はい、もうわざわざ合理的に説明するのは面倒くさいっていう楽観タイプのマイナスの面がある。なるほど。ちなみに体調は、うん、タイプ9、タイプ9、ウィングで言うと1ですか。僕は多分8ですね。あ、8よりの、 8よりの9のダブウィング9、あ、ウィング8、うん、なるほど。じゃあ1っていうのはあまり入ってないんですね。1ってもうこうルールをガチッと決めて真面目に守るっていうのはどっちかというと面倒くさいタイプなんでなるほど。よくなんかそのそうそうウィングが触れるって書いてあるものが書いてある、うんうん、ものもありますね。ありますけども、うん、体調は多分それはそうじゃないと思うんで、うん、いや触れることはあるかもしれないけど、はい、あまりその自分ご自身の中に、あまりこっち側にピンとくるものはない。 1側にピンとくるものはないっていう。別に体調が公平じゃなくて良心的じゃないって言ってるわけじゃないですじゃ、はい、なのでこう何ですかね、まあ、でもこういうところはこれは9の特徴が出てきてる。まあそうです、そうですね、9の色が出てきた、9の色が出てきてるんで、まあ、この辺は心当たりありますよね、はいはいはい。で 人を助けるとかはあるかもしれないですけど、ね、それは 急的な考え方でっていう、ね、この本のタイプの人は自分のこうテリトリーが重要なんですよ。
場所、縄張り、はい、場所もだけど人間関係も含めて、なるほど、だから人とのつながりが重要で、その今を守ろうとする、今を守ろう、なのでこういう人助けみたいなのも自分の村みたいな感じですよね。自分の村人が、自分が村長で自分の村人が困ってたら助けたいって思う、でそれを犯されると怒りが上がるっていう本能センターのタイプ1、うんうん、はい、っていう感じですね。で基本これはもう本当に何度も言いますけども、うん、手放しましょうですね。手放しましょう、こういう部分は手放してっていうことですからね。だからあんまりこうルールにこだわっちゃいけない、まあ1の人が成長しようとするとルールにあんまりこだわりすぎないっていう、なんでまあ、うん、それを手放していくと、うん、こういう部分こだわれないっていうのが出てくる、うんうん、なのでこう物事もうまくいきやすい。ルールにとらわれると多分ずっとイライラしなきゃいけないから、人がちょっと離れていったりとか、あ、まあそうですね、うん、こう意見が対立したりとか、うん、はいはい、っていうのがこう起きてくるのが、こう対立も減るじゃないですか。でいろんなのいろんなアイデアが入ってくれば、そのルール自体も少し良くなっていくじゃないですか。例えばその身の周りの人にね、うん、タイプ1の人がいましたよとなった時に、うん、いやいやタイプ1だからそういうのを捨てた方がいいよっていうのは、うん、ダメです、ダメですね。ダメ、あのこのエニアグラムの話って、はい、本人にしたら、はい、本人が一番感じてる部分だったりするんですよね。地雷一番踏んじゃいけないところ。踏んじゃいけないところ。なるほど。エニアグラムを学んでる人だったら、はい、あ、こうエニアグラムの話だからってこう、あ、ちょっと話してね。話して考えられるけど、はいはい、これエニアグラム知らない人に、あなたルールちょっとガチガチだよね、硬いよねみたいな。いや、僕に対して不安なんでしょ。不安なんでしょ。いつも不安なんだよねって言うようなもんですよね。で、ザラとこうクサッと。はい。心に刺さってくるみたいな、僕は多分反発します、反発で、はい、っていうところなんで、あんまりこう他人にエニアグラムを使って他人の診断しちゃいけない、危ない、これ要注意です、これ要注意、診断してあこの人1かなと思っても、あなたは1だ、こうあなたはこういう人だって言うとトラブルのこと、なるほど、だからあんまり言わない方がいいです、1だからって、うん、こういうところを指摘してはいけないと、うん、そうそうそう、なるほど、あなたのこういうところは悪いよねじゃなくてルールを聞かせてくれって、まあ、そうそうそう、うまくやるには、うん、ルールを聞かせてくれっていう、はい、あと合理的に、うん、健全的に、あの、建設的に進めましょうっていうのが、うん、タイプ1とうまく付き合うコツ、うん、だからまあ何にしてもルールを尊重してあげるんだよ、だからその前にルールを知らなきゃいけないんだよね、はいはいはい、うん、そう、どんなルールを持ってるかはその人それぞれ違うんで、ご自身がタイプ1だと思っているかもしれなかったら、うん、まあ、手放します、手放しましょう、危ない、僕言うとこでしたそう、言っちゃダメです、言っちゃダメみたいです、うん、気をつけましょう、あんたのこういうとこ悪いよねって言ってるようなもんですね、そうそうそう、しかも触れられたくないところ、触れられたくない、でこういうの知らないわけじゃないですか、はい、まあ、すると確かに知ってる人だと、あ、確かにそういうとこあるかもね、うん、俺1だしっていう、エニアグラムの話とかしながら、まあ、タイプ1の人ってこういう特徴があるよねっていうのはまだこう話が通じるじゃないですか、はいはいはい、だってこう僕が初対面で、はい、いつも不安だよねみたいな、確かに僕今でもその6の話で、うん、6の話ですっていう時でもあれディスってんのかなって聞きますからね、そうそう、あ、ディスってますってで不安だから全然動けないですよねみたいなって言われたら動いてますけどってなりますよね、なりますね、だからこうあんまりこう言っちゃいけない、ありがとうございます、危なかったです、踏むとこでした、盛大に踏むとこでした、だからどのタイプでもこう地雷になってたりするんで、なるほど、言わない方がいいよと、うん、ありがとうございます、今日も勉強になりました、はい、次は、タイプ2ですね、うん、はい、ありがとう、はい、今日はじゃあタイプ1、タイプ1ミッションクリアで、ミッションクリア、ありがとうございました、チャンネル登録もよろしくお願いします。